そんな時間ないよな。時間ないし、体力ないし。もうめちゃくちゃやな。体力はあるけど。体力は、まあ。無茶ばっかりするんだから。仕方ねえだろ。とっさのことだったんだから。その上お前まで飛び出してきやがって、何考えてんだ。ごめんなさい。でもラグナと一緒、バレットさんを助けなきゃと思ったら、気がついたら体が動いてて。当たり前やん、バレットやん。助けとったらもう 3P できる。たく、このバカが。悪いな、サリカ。俺まで見てもらって。悪いなんてそんな気にしないで。私、みんなの手当てくらいしかできないし、好きでやらせてもらってることだから。結婚してください。そっか。じゃあ、俺は次の準備があるから行くわ。お前らゆっくり休んでおけよ。出てき、出てき。今からパク椿の剣か。あいつらに、頑張れって言っといてくれ。やだよ。自分で言え、そんくらい。てか、お前、少し変わったか？何も変わってねえよ。そうか。じゃあ行くわ。神楽さんもみんなも頑張って。頑張れ頑張れ。はいよ、任せとけって。伊藤ライフ、伊藤ライフ。ノエルちゃんたち、うまくいくといいね。ああ、そうだな。けどあいつらなら、なんとかするだろそうだね。よし、オッケーかな。ああ、サンキューな、セリカ。と、あれ？ん？いや、まだ治ってないとこがあったんだよ。けど、別に大した傷じゃねえし。何？そこが勃起状態。嘘！どこ見せて！おい、だから大した傷じゃねえって。これくらい放っておけば、そのうち治る。前、俺の前尻尾が。いいから見せて。分かった、分かったから詰め寄んな。ほら、ここだよ、首のとこ。本当だ。でもなんで気づかなかったんだろう。今までこんなことなかったのに。まさか力が弱ってる。疲れてるんだろう、お前だって。戦いもしねえのに、こんなとこいるんだ。無理もねえよ。それにかすり傷だから気にすんな。でも、なかなか楽しいイベントだったわよ。ご苦労様。レイチェルさん。今からお楽しみするんやか、お前。入ってくる。え、もしかして、3P。嘘。レイチェルか。どうしたのかしら、そんな似合わない深刻そうな顔をして。もしかして私はお邪魔だったかしら。なんだよ、その引っかかる言い方は。それよりライチェル、さっきはありがとな。こいつ守ってくれたのお前だろ。そうだったの？ありがとうレイチェルさん。いいえ、気にしていただく必要はないわ。特にラグナ、あなたにお礼を言われる筋合いなんてないわ。何怒ってるの、ウサギさん。いやね、怒ってなんかいないわ。どうしてこの私があなたみたいなゴミ虫のために腹を立てなければならないの？意味がわからないわ。前も聞いたな、それ。まあいいや、ちょうどお前に話があったんだ。話？何かしら。改まって、俺もう青の魔導書使うのやめるわ。一応理由を聞いてあげましょうか。アズライルと戦ってる時によ、いろいろ考えちまったんだ、この力について。呆れた。あの状況で考え事ですって。随分と余裕があったみたいね。もうトランザム使うのやめますわ。考え事今の俺には使えない。走馬灯なんか今までのこととか一気に頭に浮かんできてよ。ぶっちゃけ死ぬかと思ったぜ。で、そん時気づいたんだ。
この青の魔導書は奪う力だってな。奪い、壊し、敵をねじ伏せる、倒すための力。それがあなたの求めたものだったのではなくて？そうだな。俺もずっとそうだと思ってた。だけど違うんだ。俺が求めていたのは奪うことじゃねえ。失わないことだ。そのための力を求めてた。そのことに気づいたら、もうこの力は使えねえって、そう思っちまったんだよ。そう。とりあえずそこに気づけたことは褒めてあげる。と言いたいところだけど、また逃げるの？逃げる？おいてめえ、それはどういう意味だ？言葉の通りよ。求めていた力と違うから使わない。それは逃げていることとどう違うというの？目を背けるだけでは前と何も変わらないのではなくて？好き勝手言うんじゃねえよ。こっちは青の魔導書ってやつが何なのかも分かってねえんだ。でもよ、もう奪うために力は使わねえ。そう決めたんだ。奪う？バカね。一体誰から何を奪うというの？それにね、そのブレイブルーはそんな単純なものではないわ。そうは言うけどよ、結局こいつは模造品なんだろ。あの結城テルミが作った偽物だ。それテルミさんが作ったの？らしいぜ。本人がそう言ってたしな。本当かどうかは知らねえけどよ。あなたの言う通り、それはテルミの作った模造品よ。でもだからこそあなたはその力と向き合わなければならない。向き合えって言われてもよ、別に弱気になってるわけじゃねえが、さすがにわかんねえよ。青の魔導書についてはわかんねえことだらけだ。ねえ、ラグナの青の魔導書が模造品なら本物はどこにあるの？本物？ああ、そういえば考えたこともなかったな。やっぱテルミの持ってるやつが本物なんじゃねえの？違うわ。テルミのものも模造品、偽物よ。そうなのか。だったら青の魔導書の本物ってのはどこにあるんだよ。てか、そもそも青の魔導書って何なんだ？レイチェル。そう、ここが決断の時なのね。ラグナ、覚悟を決めなさい。覚悟？何言ってんだ。覚悟なんてあの時からとっくにできてる。知ることへの覚悟よ。知ればあなたの未来は決まってしまう。未来が決まるね。俺の未来は俺が決めるって言いたいところだが、まあすでに概ね決まってるようなもんだしな。何にせよ俺は知らないことが多すぎる。もし教えてくれるって言うんなら、答えは当然知りてえだ。また失うことになっても？失わねえよ。失わせねえ。俺はそのために戦うんだ。最後の最後までな。いい目をするようになったのね。もうあの時とは違う強い意志を持った目だとしたら、私も覚悟を決めなければ。いいわラグナ、あなたがそこまで言うのなら、あなたが本当に自分の求める力の意味を知りたいのなら、この私が導いてあげる。始まりのゼロへと。ゼロ？明日その子とノエルを連れて伊吹戸跡地の最下層にある窯まで来なさい。セリカとノエルを連れてだ。おい、ゼロへの扉よ。詳しいことはそこで話すわ。そろそろ次のイベントが始まるみたいだし。やっぱ窯やからお風呂で発動なんやな。さてと、次はお前らの番だ。作戦は前に言った通り、変更はない。
コロシアム広場で待機しててくれ。了解です。結界はどのくらい持つ？長くて1時間が限界だろう。1時間か。わかった。俺は椿を出迎えに行ってくる。20分後に作戦開始だ。いいな。了解しました。そんなに緊張すんなって、ノエルちゃん。大丈夫だ。とにかく頑張れよ。はい、ありがとうございます。頑張ろうね、ノエル。それと笑顔だよ、笑顔。うん。じゃ、後でな。念のためだ。もう一度作戦行動を確認する。はい。まず私が椿をギリギリまで追い詰めて、ノエルと交代。私は攻撃をせずに椿を観測して、イザヨイを認識し、キサラギ少佐に交代します。よし。はい。兄さん、いい言葉が見つからねえが、うまくやれよ。言われなくてもそのつもりだよ。それより兄さん、さっきは危なかったね。死なずに済んで本当によかったよ。僕が殺せなくなるからね。けっ、言ってろクソガキ。みんな頑張ってね。ありがとう。頑張るね。任せといて。椿は必ず私たちが救い出してやる。ジンも服装変えたらよかったの。ほんときっちりしてんな。時間通りだ椿。さすがは優等生だな。睦月大佐、大会で何やらトラブルがあったと伺いましたが。いや、大したトラブルじゃなかったんだけどな。ちょっと変な奴が乱入してきて大会が中止になった。賞金は次回に持ち越しか、どこかに寄付でもしといてくれ。さすがは睦月大佐ですね。あのアズラエルの出現を大したトラブルではないと。それでアズラエルはいかがなさいました？いやー、椿でトラブルみたいなことをしたいな。ケツからケツに突っ込む。逃げたよ。正直予想外の出来事だったからな。対応が遅れた。面目ない。ラグナザ・ブラッドエッジが関わっていると分かっていたのなら、事前に予測できたはずではありませんか？それを予想外などと。睦月大佐の言葉とはとても思えませんね。評価していただけるのはありがたいが、買いかぶりすぎだぜ。俺はそこまで優秀じゃない。優秀な部下に恵まれてるだけだ。ご冗談を。それよりラグナザ・ブラッドエッジの方は？今のところ特に問題はないな。ただ確かにあいつがいると色々と面倒事が起きそうなんでな。悪いが、とっとと連れて行ってくれ。初めからそうしていただければ大したトラブルは起きずに済んだと思いますが。手厳しいね、椿は。申し訳ありません。思ったままを口にしてしまいました。ご無礼をお許しください、大佐殿。まったく。ほら、着いたぞ。じゃ、頑張りな。ラグナザ・ブラッドエッジの姿が見えませんが、大佐？これは結界？何のつもりか分かりませんが。あなたたちをかくまっていたとなると、謀反というより反逆の恐れありと認識を改めた方が良さそうです。椿、随分と落ち着いているな、椿。いいえ、とんでもない。これでも驚いています。ワーミリオン少尉とナナヤ少尉だけならまだしも、キサラギ少佐まで睦月大佐に尻尾を振るとはさすがに予想していませんでした。
なるほど。こちらの情報はある程度把握していたということか。それにしても一人で乗り込んでくるとはな。お前の無謀さにはこちらも驚かされた。してごまやも。バーミリオン少尉とナナヤ少尉の二人くらいならば私一人でも十分と判断しましたので。もう舐めてくれちゃってさ、そこまで言うかな。それでどうするつもりですか。三人がかりで私を倒しますか。仮に私を倒せたとしてもすぐに次の審判の羽があなたたちを追います。無論それを倒したとしても我々世界虚空情報統制機構は裏切り者を決して許しはしません。必ず見つけ出して始末します。前におっしゃっていましたね、如月少佐。そんなものに何の価値があると。価値などとおこがましい考えです。統制機構は私のすべて。それを否定するのなら反逆者とみなし裁きの刃を下します。椿のすべてね。何か七谷将軍。ん、何でもない何でもない。如月先輩、もう始めていいんだよね。ああ、無駄話はもう十分だ。了解。それじゃ先方は私だね。何も一人ずつ向かってくることはないわ。全員まとめて相手になるわよ。まあまあ、そう焦んないで。ちょっと私に付き合ってよ。ああ、俺と付き合って。何を企んでいるの。椿、今からお前にはここで僕たち三人と戦ってもらう。お前がここにいる三人のうち誰か一人にでも勝てば僕たちは何もかもお前の言う通りにしよう。連行するなり、この場で処刑するなり、好きにするという。ただし僕たちが勝ったらお前は統制機構を抜けろ。今すぐにだ。反逆者との取引にこの私が応じるとでも。応じないのであれば僕たちは全力でお前を殺す。さらぎ少佐。てん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 。いくらお前でも僕たち三人を相手にして無事で済むとは思うまい。任務を全うする機会をみすみす逃して死に急ぐか。それが審判の羽であるお前の統制機構への忠誠の形なのか。私を愚弄するつもりですか。僕はお前との約束を破りたくない。それだけだ、椿。約、そうですよ。約束を破ったら針千本です、チンニー様。いいでしょう。結果的にはこちらの任務遂行が円滑に進むだけです。望みはあるか。では早速誠七谷行きまーす。随分と余裕そうね、七谷少尉。この間のことを忘れたのかしら。あなたの力では私には勝てないわよ。余裕か。正直なところ全然ないかな。この前のことだって忘れてなんかないよ。今も結構いっぱいいっぱい。じゃあどうしてそんな風に笑っているの。それはね、椿を笑顔で迎えるって決めたから。どんな状況だろうと私は友達の前では笑顔でいたい。これでもね、一つだけ謝らなくっちゃ。謝る。前にあんたなんか私の椿じゃないって言ったことあったでしょ。あれは私が間違ってた。ほんとごめん。何を言っているの、あなた。今までさ、私は椿に自分の理想を押し付けてたと思うんだ。勉強ができて誰にでも優しくてみんなのこと大切にしてて、
それがだから家具土で会った時、冷たい目をした椿を見てさ、こんなのは違う、椿じゃないって椿のことを拒絶した。でもさ、昔の私もそうだったじゃん。冷たい目で人のこと見下してて、だけどそれでも椿は私を誠ナナヤとして見てくれた。どんなに他人を突き放しても否定しても、椿は私を見てくれた。私という人間を認めてくれた。他の人みたいに獣人だからとか勝手に決めつけたりしないで、私が私であることを受け入れてくれた。だからね、私は椿がしてくれたみたいに、ありのままの椿を受け入れたいって思うんだ。どんな椿でもいいよ、私は椿弥生の友達だから。話はそれで終わり？うん、聞いてくれてありがとう。これで準備 OK。 さあかかってきなよ、椿弥生くん。今日の私の拳はちと重いよ。ついとるもんも重いかな。あれ、あの球体出すのどのつんやったっけ、 C やったっけ。ものすっごい南半球やな。いやー、もうそれはもうそれなりの男の子やったらたまらんすよ。 The wheel of fate is turning. Rebel One. Action. 足元が好きだろ。そんな、これが本気。つばきってば。クリア。ごめんなさい。ボールの道。足元が好きだろ。攻撃ね。まだまだ。はい、本気なのかしら。この力は安定度。足元が好きだろ。いや、つばき。神の味方。あれ、コネットキャノンどのすんやったっけ。あ、A ボタン。いや、これが本気。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 シューティングスパイ。本気なのか。まだまだ。やりじゃん。これが本気。いや、これが本気。見えてきた。本気なのね。ちょっと。え、はっ。コネットキャノン。ブーム。A ボタンか、なんかし丸とか×やったような気がする。何、この間と動きが違う。何があったというの。言ったでしょ、今日の私の拳は重いよって。なんたって椿に対する調子に乗らないで。この私があなたごときに私はここまで。あとはノエル任せてよ。うん、誠の思いは私が引き継ぐ。待ちなさい、逃げるつもり。逃げないよ。私は、うん、私たちはどこにも逃げない、どこにも行かない。いつだって椿のそばにいる。でも私の思いはもう中、次は私の番だよ椿。よし、もう仕事。